この動画ではガキ岳の白沢登山口から登る沢歩き区間を紹介します。前日が大雨だったことから川が濁っていて、この先の塗装が心配です。最初は足場パイプの仮設橋を通過します。次に見えてきたのが、このルートの名物でもある川と崖の間を歩く狭い仮設ルートです。最初は手すりがありますが、途中でなくなってしまいました。この先は足場板より狭い、滑りそうな木の板1枚のルートです。転落しないように崖に張ってあったロープをつかみますが、途中で支点が抜けていて、ブラブラしています。しかも、この先は崖が邪魔になって、さらに歩きにくくなります。最後には水をかぶっている岩に足を乗せて大きな岩を乗り越えて突破します。川沿いを歩けない場所は崖の上に登って斜面を横断します。この先には狭い足場板の仮設ルートが見えてきました。バランスを崩さないよう慎重に通過します。このトラバースルートは小さな沢をいくつも越えて少しずつ登っていきます。下に見えるのが白沢の本ビルです。河原からはかなりの高さがあるので、滑落しないように注意しましょう。綺麗な流れの沢が見えてきました。この沢は水場にもなっています。今度は苔の生えた岩場を進みます。苔で滑らないように注意しながら進みましょう。それにしても川の横をギリギリを通過するルートです。大雨で増水した時に通過できるのでしょうか。この先、ちょっと急な流れになっていて、どうやら上を通過するようです。
ルートを示すペンキで書かれた丸いマークがあります。しかし川幅は広いし、対岸の木が邪魔で飛び越えて渡るのが危険だと思いました。仕方なく少し戻ってから対岸へと渡る場所を探します。ここなら飛び越えられそうなので渡ってしまいます。ここなら水の流れもないし滑らないので安心して登れます。それにしてもすごいルートが続きますね。魚止めの滝に到着しました。正面にはしぶきを上げる豪快な滝が見えます。登山道は川を渡った崖へと続いています。この川を渡るのも大変そうです。上にも難所が続きます。まずはこの流木を伝って対岸へと渡ります。次に現れたのは狭い岩場を通過するルートです。岩にはロープの鎖もありません。小さな岩に足を乗せて滑り落ちないように通過します。しばらく進むと最終水場に到着しました。登山動画ではここまでを紹介しましたが、本編では下りの時の詳しいルート紹介をしたいと思います。ここは最終水場を通過して白沢本流を降りていきます。この辺りは大岩の間を勢いよく流れる川のすぐ脇を進むダイナミックなルートです。
濡れた岩で滑らないように注意しながら降ります。前日の大雨で川底が削られてしまい、崩れやすい道になっているので注意が必要です。正規ルートはこのような小さな石を積んだケルンがあるので目印になります。またこの狭い岩場を通過しなくてはなりません。手がかり、足場に注意しながら横歩きで進みます。狭いルート、苦労しながら進みます。いくつもの沢の水が集まって、次第に水量が増えていきます。この先に道があるように見えますが、正規ルートは後ろでした。水の勢いがすごいことになっています。滑って川に落ちたら一気に流されてしまいます。流木の橋を渡ります。ルートはこの先の崖へと続いています。魚止めの滝の上を巻いて河原に降りてきました。川の流れが緩やかな場所を選んで進みます。倒木が邪魔でしたが、なんとか通過できました。大雨の翌日だったのでルートが心配でしたが、
危険な箇所は少なかったので、ほっとしました。次は、登りの時に迂回した場所を降ります。ルートは対岸なので、川を飛び越えます。崖道のトラバースルートです。濡れた滑りやすい道で少し崩落しているところもあるので、足元に注意しながら進みましょう。下に見えるのは紅葉の滝です。木々に隠れてあまり見えませんが、大きな滝です。滝に見とれて足をつまずかないように注意しましょう。まだ危険なトラバースルートが続きます。ここは足元がすぐに崩れそうな場所だったので、ロープを使っておりました。最後まで気が抜けないルートが続きます。草が覆って足元が見にくい場所もあります。だいぶ危険なルートに慣れたので、スイスイと進みます。それでも足を滑らせたら崖下に転落してしまうので注意しましょう。
ようやく川横の足場ルートへと降りてきました。もうこの時点ではこんなルートが楽しくなってきました。沢を渡る最後の橋に到着しました。最後まで見ていただいた皆様、ありがとうございました。